ずいぶん慣れ慣れしいんだな。はい、どうも、アイメロンです。一気当選エクストラバースト、本日もやっていきたいと思います。今日からイベント、粛清構成風紀委員水産の後半戦がスタートしました。後半戦のピックアップキャラは、ひみこですね。ひみことなっております。では、見ていきましょう。はい。ビジュアルこちら。うん。なんか前半のカーンと比べて、だいぶ風紀が乱れてるようですが、これはよろしいんでしょうか。まあ、ひみこなんで自分が絶対ルールってことなんですかね。うん、これは何なんだろう。ブレザーじゃないね。学ランなのかな。なんかファーみたいなのついてるけど、首元学ランっぽいんだよね。学ランにファーがついてるのかな。まあ、呂布は裸にブレザーですけど、まあ、今回の卑弥呼は裸に学ランということで、まあ、かなり先鋭的なファッションですが、じゃあ瀬野の方どうなってるのか見ていきましょうか。はい。鬼の風紀委員、卑弥呼。数属性の武器が、精霊で、前衛となっております。リーダースキルが、校内パトロール。バトル開始時に EP プラス100。数属性投資のスキル1、2の CT を 14% 短縮。試合のマックスで、バトル開始時 EP プラス250。数属性投資のスキル1、2の CT を 34% 短縮。となっております。通常スキル一つ目が、予定の規律。45秒間パーティーへのすべての単体攻撃を引き受ける。追加効果、45秒間自身のヒダメージを 20% を軽減する。自身に最低者の目を10蓄積する。上限15。2回目以降、消費 SP が69になる。最低者の目を蓄積する効果がなくなる。二つ目、抜き打ち検査。20秒間パーティーのダメージを 20% 上昇する。追加効果、自身に最低者の目を2つ蓄積する。上限15。3つ目、絶対指導。敵一体に威力 100% の活属性攻撃を1回行う。特性、ダメージの 10% を吸収する。追加効果、15秒間全体の中から味方1人のダメージを 10% 上昇する。自身に最低者の目を1つ蓄積する。上限15。エクストラバーストが、2つ持ちですね。1つ目が、治安維持強化運動。最低者の目と風の紋章を合計10消費する。180秒間パーティーの回収率を 20% 上昇する。追加効果、EP プラス500。2回目、回収率上昇効果の代わりに、180秒間パーティーのダメージを 10% 上昇する。3回目。余ダメージ上昇効果の代わりに、180秒間パーティーの行動間隔を 15% 短縮する。4回目。行動間隔を短縮する効果の代わりに、パーティーの EB の CT を50秒進行する。EB の CT を進行する効果を持つ EB を除く。5回目以降、CT が100になる。4回目使用時点で CT が適用される。二つ目。規則厳守取締り運動。最低者の目と風の紋章合計5を消費する。すべてのパーティーにバリアを付与する。バリアの耐久力は使用者の防御力の 15% となる。追加効果、EP プラス1000。4回目以降 CT が100になる。3回目使用時点で CT が適用される。となっております。長かった。文字が今回めちゃくちゃ多いですね。はい、じゃあ、いつも通りリーダースキルから見ていきましょうか。リーダースキルが EP と、EP プラスとスキル1、2の CT 短縮ですね。うん。まあ、EP プラスの数値自体はマックスにしても低いんで、まあ、
家族性縛りだったらワンチャン、いや、ないか。公営でも出せるもんな。うん。まあ、どっちかっていうと、ダメランで使えるかなと。ダメランのサブパーティー要員かなと。いった感じですかね。まあ、もちろんスコアタで使ってもいいんですけど。ただ EP プラス要員としてはちょっと、250しかないんで、物足りないかなといった印象ですね。はい。で、通常スキルが、一つ目が、単体攻撃プラス、引き受けプラス、ヒダメージ軽減と。まあ、これはいいでしょう。で、あとは自身に最低者の目。これですね。これが、EB を発動するための、まあ、条件の一つになると。で、1回目は10蓄積するんで、だから EB1 回目はね、ノータイムですぐ出ると。EP さえあれば。確か ?EB の1個目が10消費かな?そうですね。1個目が10消費で、パーティーに会心率上昇のバフがつくと。効果時間180秒間と、まあ、最強なんですが、まあ、その代わりね、効果値自体はね、20% しかないんで、まあ、ちょっと控えめになってます。うん。まあ、EB プラス500もついてるんで、まあ、燃費は比較的いいですね。で、2個目の方は5個消費と、まあ、お得にはなってるんですが、バリア付与だけなんで、まあ、スコアタでは、まあ、基本使わないかなと。うん、まあ、ダメランもしくは、表変レイルですね。とかで使うかなといった感じですね。あ、でもダメランでも使う、メインパーティーで使うならバフ優先したいんで、うん。まあ、基本1個目の EB 優先になっちゃうんで、ダメランだと2個目の EB 打つ機会ってほぼなさそうですね。まあでもどうだろう。1個目の EB もね、効果時間長いんですけど、そのせいでね、全体的にバフの効果値が全部低いんですよね。1個目の開始はまあ 20%。まあこれはいいんですけど、2回目のヤダメージアップ 10% しかないんで、うん、かなり微妙ですよね。で、同じ系統のバフ 3個までしかつかないんで、逆に邪魔になるまである。で、3回目も、行動間隔短縮なんですけど、15% しかないんで、ちょっとやっぱり物足りないですよね。効果時間180秒って言っても、2回目、3回目は、結構打つまでに時間かかっちゃうんで、あんまり、その恩恵もね、得られないんで、うん。だから2回目効果時間120秒間の代わりに余ダメージ、まあ、せめて 20% アップとかね。で、3回目は効果時間90秒の代わりにパーティーの行動間隔、まあ 20% は欲しいかなって感じですよね、うん。結局それぐらいかかっちゃうと思うんですよね。うん、1個目のスキルは、1回ね10個蓄積したらもうためらんないし、で、2個目のスキルは、まあ、ヨダメバフなんですけど、チキが60秒なんで、で、60秒で2個蓄積しかできないんで、まあ、蓄積目的ではちょっと、やっぱ厳しいですよね。で、バフ自体も、まあ、CT60 秒に対して効果時間20秒なんで、で、ヨダメージアップも 20%。まあ、普通ですよね。特別強いことはないかなと。で、三つ目のスキルがね、CT0 で、これもね、最低者の目、蓄積できるんで、まあ、基本、この三つ目のスキルで、殴って、まあ、目をね、一個ずつ蓄積して、まあ、EB の発動条件を、整えるといった感じなんですが、うん。まあ、これ系のキャラはね、結構その敏捷性が重要になってくるんですが、まあ、今回の姫が118と、まあ、低くはないですが、特別高いってほどでもないので、うん、そこまで、目をね、早く貯めれるキャラではないですね。で、通常スキルでは行動間隔短縮もないんで、うん、正直そんなに、早くはないですね、うん。だからやっぱりバフね、ま、いろいろ持ってるんですが、やっぱりかかるまでにちょっと時間かかっちゃうんで、うん、
そうですね、ダメラン向きなキャラではあるんですけど、このバフの性能だったら正直ハロウィン尊敬でいいよねってなっちゃいますよね、やっぱり。ダメランだとね。うん。まあ、ただ、今回、ヒミコ風属性なんで、風属性ってなるとまあ、相手がね、水属性の時に使うことになると思うんですが、例えば水の単、ボスのね、単体攻撃は非常に強力で、まあ、火属性のね、ハロウィン尊敬だと、まあ、最後までね、生き残れないとかになると、うん、バフをね、尊敬で最後までかけ続けることができないんで、そうなってくると、ヒミコの、今回のね、ヒミコの、まあ、出番とかも出てくるとは思うんですが、だからまあ、それぐらい限定的な状況じゃないと、バフの性能でね、ハロウィン尊敬に勝てることは、ちょっとなさそうなので、まあ、使うにしてもサブパーティーかな。うん、最近ね、パーティー、全体のパーティーのコスト上限引き上げられたんで、結構ね、積極的に高コストのキャラも入れられるようになったんで、そういう意味ではね、まあサブパーティー要員として、まあ全員でね、置いておくのは全然ありかなとは思いますが。うん。あとはリーダースキル要員ですかね。マックスまで上げれば、スキル1の CT34% も短縮してくれるんで、で、EP プラスもおまけでついてくるんで。まあ、ちょっとね、まだ風属性の相性と正直見てないんですけど、まあ、スキル1の CT34% も短縮したら結構、うん、シナジーあるキャラも理想な気がするね。特に光栄でね。うん。まあ、だからダメランのサブパーティー要員かもしくは、ま、強変レイドで使えるかなと。な感じですかね。はい。まあ、そんな感じなんで、じゃあ僕はってなると、スルーですかね、今回も。スコアター向きのね、キャラが欲しかったんですよね。そう、まあ、前半のね、カウンの時も話したんですけど、ちょっとね、風属性のスコアターが僕ほんと弱っちいんで、うん、できればね、スコアタ向きのキャラが来てくれて、ちょっとね、強化したかったんですけど、残念ながらどっちもね、あんまりスコアタ向きの性能になってないので、キャラで風、今回の風属性強を強化するのはちょっと難しそうですね、スコアタ。なんで前後半ちょっとスルーになっちゃいますね、今回は。で、なんかアイテムフェスティバルガチャが久々に来てますね。まあ、代わりといってはなんですが、まあ、流玉もね、ガチャスルーしちゃったのもあるんで、だいぶ溜まってきたんで、まあ、しますか、これ。前回結構散々な目にあったですね。確かアイテムフェスティバルガチャ。20連、結構、結局、チケット全部買って200連回して、確か、老子の星1枚しか出なかったんですよね。かなり下、まあ、下振れって言っても、アイテムの方確率公表されてないんで、されてないんですよね。確率わかんないんで、下振れなのか、上振れなのかは、まあわかんないんですけど、まあ、でも、さすがに下振れだと思う。3% はあるでしょ、さすがに。老子の星。うん、って考えると結構下振れてね、3% もないかな、どうだろう、 1% ぐらいなのかな。まあ、1% だとしても下振れてるからね。 1% だとしても2個は出ててほしい確率なんで、そう考えると、まあ 3% はないか、 1% ぐらいかな。うん、これで 3% だったら弱すぎて泣くけど。そうだから結構ね、前回下振れてるんで、次来ても正直回す気はなかったんですが、今回ちょっとね、ガチャ2個スルーしちゃったんで、回すか。19枚。ほい。おー、買っちゃったん？何か用か？正直あんまりいい予感はしてないけど、やりましょう。前回もう1枚しか出なかったんで、さすがに2枚以上は引きたい。2枚以上は、老子の試合ね、SSR。まあ、欲を言えば3枚以上かな。
じゃあ、目標3枚でいきますか。うん。はい。まあいいや。やめとこう。言わずにやろう。はい。じゃあ、ガチャの代わりに今回はアイテムフェスティバルガチャ200連やっていきたいと思います。このスタンプは、まあ、あんみつやら、老子の教えやら、あと、これか。何これ。ポスト27イベント SSR セレクトチケット選べるんだ。27のキャラ選べたって、もうさすがに使いどころないよな。こちら2021年のコスト30、あ、引けるチケットか。あ、選べないのね。で、2周目のこれは22コスト30イベントでたらこれも選べないのか。え、コスト30なの ?2022 年の、ね、で、選べもしないんだ。いや、しょぼ。しょぼいな、チケット。え、150連まで回して、コスト30までのキャラしかランダムでくれないの、ちょっとしょぼいな。これチケット目的なら回さない方がいいですね。かなりしょぼいんで。せめて去年のね、高コストのキャラランダムでもらえるとかならまだわかるんですけど。コスト30以下なんで、以下っていうか30か。30なんで、さすがに、価値ないですね。チケット目的では正直勝ちない。まあ、老子の教えワンチャンで回すかなぐらいですね。はい。買う前に見ればよかった。もういいや、でも。はい。やっていきますか。10連目。ゴー。どうだ。序盤で引けないよね。そんな簡単に。か、もしくはあんみつかな。あんみつ引きたい。あんみつもね、だいぶ枯渇してるんで。どっちも出ず。30年目。おい。そろそろ1枚。あみつは出たけど、老子の教えなし。いつも3個じゃな。せめて5個以上欲しいよな。4回目5。おや。くー、出ない。本当に老子の教え出ないな。どうなんだろう、確率。あんみつはちょくちょく出るな。まあ、でも、一番欲しいの老子の教えだからね。おい。そっとそれ一枚出て。出ない。おい。出ない。おい。出ないね、ほんとに。おい。マジ？今回も？今回もっていうか、まだ1枚も出てないけど。出ない。100連で0。なんか昔より絶対渋くなってると思うんだよ。昔もうちょっと出たもん。出ない。ちょっと待って。前回の1枚を下回る。これ0、0見えてきた。いやもうちょっとさっき言わないで我慢したのに。やめて。0は本当に嫌だ。ぐえー。やだ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 。1万9000流玉も使って自力で、やった !1 枚来た！あぶねえ、なんとか。なんとか。ゼロは回避した。ちょっと最低もう1枚引きたい。お願い。お願い。もう1枚引かせて。もう3枚とか言わ、ちょっと、欲かかないから。もう2枚でいい。2枚でいいから。お願い。ケチー！あと40回。お願い。やった！引けた！よしよしよし。もう3枚。3枚いこう。もうここまで来たらいいじゃん。3枚引いても。お願い！ぐえ。目標。あと1枚なんだ。頼む。引いてくれ。くそー！いらないんだよ、パンケーキとか。ラスト！ここで！どうだ！ダーン！まあ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 。最低限。2枚かー。2枚だと？スタンプで何枚もらえてんの ?4 枚か。まあ、6枚増えたってことか。まあ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 、いいでしょう。6枚。まあ、1万9000流玉使って6枚？
どうなんだろう。まあまあ考えないにしますか。はい。アイテムフェスティバルガチャ終わり。え？もらったチケットのやつをね、更新しないとダメなのか。もう運命など結果に過ぎ。どうせ大したもん入ってないし、一緒に回すか。間違えた。ん？何か用か？あっち。これか。あ、そうか、これセレクターなのか。セレクターめんどくさいな。何が入ってるの？はい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 。何使うかな。いや、微妙。どれも微妙すぎる。この中だとどれだろう。難しいな。別にどれでもいいから、円にあげるか。円でいい。人事を尽くして天命を待つ。ハレルヤ。すべての神のしもべたちよ。まだね、水縛りとかで、リーダースキルでね、EB プラス要因として使ったりするし。まあ、全然ありっちゃありかな。あとは、ランダムか。2021年、もう2021年の時も覚えてないもんね。まあ、アイドル、ヨフがあそこにいたってことは、そこが、最新なのかな ?2021 年。おい。ハロウィン尊権ね。もうもちろんカンストしてるんで。コイン。持ってなかったら大当たりだったけどね。あ、でも、今持ってない人あんまりいないか。はい。じゃあ2022年。いきますか。そうか。暴走尊権。まだ、コスト30なんだ。その後ぐらいかだっけ、コスト上がったの。ほっほー、 あんたもなかなかの引きやな。まあね、育てれば強いんだけど、僕は育てません。はい、じゃあガチャ終わりで、あとはじゃあどうしよう。この私を試すか。って言っても実は前回からやってないんですよね。なので、まあ見る必要もないんですが、さすがにでも金曜感は取りたい。どこまで下がったの？あれでもあんま変わってないな。あれ前回14位ぐらいじゃなかったっけ？なんかあんま変わってないっすね。よかった。これならまあ銀曜感は取れそうですね。10位。あと、あ、やっぱここら辺のラインね。に、どんぐらい？25秒ラインね。いや、全然無理だな。だってあと20秒も短縮しなきゃいけないんでしょ？ちょっと無理だね。あー、なんでこんな風だけ、エボいんや。ちょっとね、風も頑張りたいんですけど。いやー、都落ちもいいところ。はい。あー、今週はね、ちょっと。もう芸能界で諦めるしかないですね。はい。次の週頑張りましょう。危ね。コーヒーでも飲むか？よければ入れてやる。はーい。まあ、今回はね、ちょっと、あまり僕の希望の性能じゃなかったんで、イベントキャラ、前半も後半も、スルーとなっちゃいましたが、まあ、ここはおにぎりのね、たまりにたまったおにぎりパワーを使ってなんとかね、イベントランキングは200位以内目指してやっていこうかと思います。はい。ではまた次回も見てください。バイ。